パーマーは、アメリカ合衆国アラスカ州、マタヌスカスシトナ郡にある都市。マタヌスカスシトナ郡の郡長所在地であり、アンカレッジ都市圏の一部となっている。2007年時点で、の人口は5,504人。パーマーは1916年に、ジョーンズビル、サットン地域の炭鉱への鉄道サービスを提供するために、アラスカ鉄道の駅ができたことに始まる。 世界強行真っただ中の1935年からは、フランクリン・ルーズベルト米大統領のニューディール政策の一環として、連邦緊急救済局によりマタヌスカ入植地が設定され、ミシガン州、ミネソタ州、ウィスコンシン州から203家族が1935年の夏に入植した。各家族には40エーカーが割り当てられ、開拓が本格的に始まったが、 厳しい気候などから失敗率も高かった。しかし現在でもパーマーにはこれらの入植者の子孫が多く住み、農場を経営を続けている。そのため、町の特に古い地域では入植者の出身地であるアメリカ中西部の雰囲気が未だに残る地区となっている。現在はアンカレッジのベッドタウンとして発展し、現在はアンカレッジまで45分ほどの時間をかけて、 通勤している人が多い。パーマーはアンカレッジからグレンハイウェイで北東 68km の地点にある。近年急速に発展したマタヌスカス・シトナ・バレーにある2つの自治体のうちの一つでマタヌスカス・シトナ軍全体では人口が8万人近くに及ぶ。アメリカ合衆国国政調査局によると市の面積は9 7平方メートルでその全域が陸地である。 2000年の国勢調査によると、パーマーには4533人、1472世帯、1058家族の人々が暮らしている。人口密度は 1K 平方メートルあたり465.5人で、住宅密度は 1K 平方メートルあたり159.7件となっている。 人種構成は総人口6942人の内白人が80.94%、黒人、またはアフリカ系が2.05%、ネイティブアメリカンが8.18%、アジア系が1.06%、太平洋系が0.33%、その他が1.15%となっている。また、6.29%が根結で、3.51%が、 ヒスパニック、またはラティーノである。祖先の出身国別では14.9%がドイツ系、10.5%がアメリカ系、8.9%がアイルランド系、8.7%がイングランド系となっている。全世帯1472世帯のうち47.4%に18歳以下の子供がおり、50.3%で結婚した男女がに暮らしており、 16.6%が女性が世帯主になっている世帯である。また23.0%の世帯が一人暮らしをしており、7.5%は一人で暮らす65歳以上の老人である。一世帯あたりの平均構成人数は2.81人。一家族あたりの平均構成人数は3.29人である。18歳以下の子供が33.6%。 18歳から24歳までが11.8%、25歳から44歳までが28.7%、45歳から64歳までが16.8%、65歳以上の老人が9.1%となっており、年齢の成長値は29歳である。女性100人に対する男性の人数は98.1人で、 18歳以上の女性100人に対する男性の人数は93.6人である。1世帯あたりの平均年収は45,571ドルで、1家族あたりの平均年収は53,164ドルである。男性の平均年収44,716ドルに対して女性の平均年収は25,221ドルと約2万ドルの差がある。 一人当たりの所得は17,203ドル。人口の12.7%が貧困線を下回る生活をしており、このうち12.6%が18歳以下の子供、4.2%が65歳以上の老人である。パーマーは大週各祭であるアラスカステートフェアの開催地として知られており、毎年巨大な野菜コンテストが催されている。 ここを優勝した野菜は、国内記録は、もちろんのこと世界最大の野菜として、ギネスブックに掲載されるものも多く、キャベツ、カブ、ほうれん草、レタスといった野菜のコンテストは毎回注目を集めている。2008年には、パーマーのスコット・ロブが出品した 35.9kg のキャベツが優勝し2000ドルの賞金を獲得した。 パーマー市内の中心部にはマルタで作られたビジターセンターがあり、年間3万5千人以上の観光客を招いている。このビジターセンターには8000平方メートル以上の芝生が敷かれた庭園があり、ピクニックに最高の場所と言われている。また、パーマー歴史美術博物館もビジターセンター内にあり、パーマー市のこれまでの歴史や工芸品などを見ることができる。 このビジターセンターから2ブロックほど離れたところには、ユナイテッドプロテスタントチャーチがあり、パーマーの入植時代に建てられた歴史的建造物として登録されている。市内には多くの学校もあり、大学野球では多くの実績を残している。ありがとうございます。